どうも皆さんこんばんは。ただいま現在時刻は夜の9時前ですね。私京都の千本鳥で有名な伏見稲荷神社に来てるんですけど、なぜ来てるかと言いますと、昨日 YouTube 上げれなかったんですね。ってことで火曜日と木曜日に上げれなかったら罰ゲームするってみんなに言ったんで、火曜日と木曜日は動画を必ず配信するというね、やらなければ罰ゲームをするということ、罰ゲームをするということ決行したいと思います。伏見稲荷神社、これ京都でものすごい有名な場所なんですけど、千本鳥居ね、これ昼間すごい綺麗ですよね。昼間すごいね、映えてますよね。夜これ真っ暗になるみたいなんですね。でこの千本鳥居の奥に行きますと、そうなんですよ、稲荷山という山に入りまして、その山頂に末広大神っていうね、神様が祀られてる神社がありますんで、そこでねちょっと参拝しまして、約120分かかると書いてあるんですけど、ちょっと今回これを、はい、罰ゲームとさせていただきます。めちゃめちゃ今ビビってるんですけど、で調べてみますとね、伏見稲荷神社夜検索めちゃめちゃ怖いですよと、鳥居全然ライトアップしないですよと、あとはイノシシが危ない、とトイレがない、もういろいろ問題だらけなんですよ。まあ、この時間帯人はね、この辺りにはいるんですけど、多分山の奥の方に行くと多分いないと思いますし、この時期冬なんで、しかも真冬なんで気温もね多分5度から7度あるんかな。でも山奥に入ると多分 2,3 度まで減るんじゃないかなと、ものすごいね緊張しております。ドキドキしてます。てかなんならもう帰れるか心配です。晩ご飯もね食べれなかったですね。脳取らなかったですね。あの準備もちゃんとしました。あの山道なんで足元危ないかもしれないんで、懐中電灯用意いたしました。これですね、おかんがね貸してくれました。そして備えあれば憂いなしなんで、100均でまだ懐中電灯もう一個買ってきました。はい、まあ、いろいろとね、まあ、準備はしてみたんですが、心の準備が一番大事だと思うんで、それが一番できてないんですけどね。もう時刻9時なんで、はい、そろそろ向かいたいと思います。行きますか、安全運転行ってきます。やっぱ夜全然いないですね。あ、いた、一人いた、あ、二人いた、嬉しい。昼間あんだけ人いる場所やのに全然いい。うわ、めちゃめちゃ暗いやん。思ってた以上に暗いっすね。うわ、もう背筋やばい、すでにやばい。どうしたらいい、これ結構きついな。あの人ついていけばいいや。うわ、夜なめった、かなり暗い。あ、ついたライト。これね、思った以上に夜暗いっすよ。いやでもね、今あの勇者一人見つけたんで、あの人が行くとこまでとりあえずついていきたいと思います。あ、警備員さんいる、よかった。これどっちかやればわかんない。え、どっち行った、え、どっち行ったらいい。警備員さんいる方行こう。進み方が分からん。ここ昼間めちゃめちゃ綺麗な場所っすよ。インスタ映えの場所ですよ。夜苗スポットっすね。でここで警備員の仕事してる人勇者やん。めっちゃすごいな、あの人。慣れって怖いな。慣れて。あ、イノシシいる。待って、イノシシいる。多分これ鳥の、多分ここ怖い、体験そう。走ったら追いかけできそうじゃないですか、ちょっと。とかめっちゃイノシシいますね。近づいてきてるのか。一回走ってみます。追いかけてくるのかな。あ、いた、いた、いた。ゆっくり行けば大丈夫って話ですね。待って、どっから来たんですか。そ、あの、あ、普通の家ですか、ね、ご近所ですか、もしかして。はい、そうです。初詣みたいな。いや、観光ですかね。あ、観光ですか。はい。学生さんですか。あ、そうですね。何歳ですか。18です。一番上まで行くんですか。あ、基本、はい。あ、もう、あ、常連さんですか、もしかして。まあ、たまに来ます。いや、めっちゃ心強い、よかった。てか、一人で行くんですよね、毎回。あ、そうですね。え、めっちゃ怖くないですか。あの、最初の方怖かったんですけど、なんか慣れましたね。あの、その…びっくりした、今。あ、でもそっか。こうやってランニングする人もいるってことですか。そうですね。覚えてないぐらいは生きてますね。3桁超えてます、もしかして。生きてるんじゃないですか。嘘。お兄さん、勇者じゃなくて、やっぱ神様っす、多分。ねえ。もう最初から結構ビビってて。これ、あれか。ルートか。は
半分行ってないですね。そうですね。今日ここ行かなダメなんですよ。行ってくれますよね。よかったー。いやもう梅は行ったら絶対コーヒー起こるんで。これちゃいます西村って。絶対そうや、これや。西村さんの家。うわ、なんかこの明かり嫌やわ。キュウリが一番来やすい光ってこの光らしいですね。俺激甚。激甚した今俺。あと20分や、来た。財布関係の人みたいな。あ、こんばんは。あ、こんばんは。怖くないですか、めっちゃ。めっちゃ怖い。イノシシいますよ。イノシシ、え、上にいるんですか。懐中電灯いります。大丈夫ですか。あ、いいです。大丈夫ですか。はい。走って逃げるんで。あ、確かに。なんかこの格好アホらしいなってきた、ちょっと。返し持ちは違いますね。絶対上でチューしたあれ、ね。悔しい。絶対やってるわ。え、これ名前めっちゃ良くない。長者、長者社。新石。新石か。めぐり上トップ。ほら。すいません。現在地とこれ乗ってる？あ、でもあともうちょっとやって。きついな。うわ、上がってる、だいぶ上がっ落としやてる。あれ、ここっぽくない？これですかね。え、これちゃう、これちゃう。お、山頂って書いてある、山頂って書いてある。うわ、着いた、嬉しい。ほら、山頂、山頂、いや、ここっすよ、末広大臣様。じゃあこの末広大臣様でお参りして、はい、降りていきたいと思います。勇者、勇者出てきて。ちょ、ガチで怖いから。勇者どっち行ったん？勇者？え、ここで置いていかれんの？ほんまに怖い。やばい。どうしよう。こっからなんか降りて、あいつ離れるのも嫌やし、どうしたらいいか分からへんし。え、どこ行ったん？ほんまに。いや、おったやん。びっくりした、今俺。すいません、証言しました。いや、そういうことで。今まで落ち切ります？エゴ、証明しましたね、できるか。いや、もう、俺、考えてくれてんな、いろいろ。ありがとう。いや、お疲れ様でした。でした。はい。今日は本当に素敵なご縁ありがとうございます。なるほど。今日はね、途中で出会った、この勇者くんとね、はい、無事山頂まで行けることができたんで、罰ゲームじゃないやんと思ってる人もいると思いますがね、僕にとってはすごい怖かったんで、まあ、最初の10分ぐらいまでが罰ゲームで、そっからが結構面白かったと思ってます。じゃあお決まりの最後のいつもの言葉で締めましょうか。はい、わかりました。の、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、今日もお疲れでした。ね。YouTube 撮影、はい、ほんま初対面やしな、初対面、ほんま初信じてよ。